イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。お休み前に聞いてね。さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。10月26日、はい、83回目でございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。私たち昨日ワクチンを打ってますので打ってますね。これが更新されてるということはさやかさん案外元気。おお、なるほど。わからん、うーってなんかどうなるかわからんもんね。苦しみながら編集してる可能性ある。腕が上がらない。今はまあニコニコ元気にやってますけど。元気ですよ。まあ、先週はですね、はい、お祝い事がありまして。多かったですね、うん、まあ先週火曜日にアップはしてるんですけど、うん、月曜日に、うん、つぼみ大革命のエリボンのバースデーライブありまして、はい、ボンボンエリボン世界の中心でボンボンエリボンと叫ぶだったっけ。そうです、そうですよ。ほんと面白かった。世界中知らんけど言ってましたけどね。知らんなんだね。ねえ、なんか今回は、うん、あのまあエリカちゃんって本当にみんなに愛されてて、愛されてるね。もう本当に明るい子なんですよ、うん、で毎年去年は、24時間テレビボンボンエリボンは世界を救う、そうそうだったんですけど、今年は世界の中心でボンボンエリボンを叫ぶ。そうですね。でもオープニングの映像をリアル見た瞬間からもうおもろかった。面白かったよね。ソイヤが急に苦しみ出してね、助けてくださいっていう、まあ、アーカイブぜひ見てほしいんですけど、それをさ撮ってる時もさ、そばいたよね。そばにいたから女子箱の時に撮ってたもんね、うん、急にね大阪メゾの楽屋でソイヤが、ソイヤ苦しみ出してる声とエリボンの助けてくださいって聞こえ出して何何何っていうの楽屋で撮ってて、あ、これかっていう。いや本当にね、あれだけ本当何事かと思ったけどね、うん、あの杉山優香さんはグロ滑りしてるって言ってましたけど私たちはもう腹抱えて笑いました。笑ってたよね。めっちゃ面白いけどな。なんか、うん、本当につぼみの生誕祭って、うん、みんなそれぞれメンバーの個性出るし、すごいよね。やっぱ一番、あ、つぼみって本当に仲良しだなっていうのが分かる、うん、なんか単独もめっちゃ好きだし、うん、楽しいけど、やっぱバースデーライブって幸せ感が、うん、あるよね。なんかエリバン前はさ西野カナさん歌ったりとかさ、そうなの。いつもあるホイップセレブレーションのね。いや今年もホイップセレブレーション回収できて嬉しかったです。嬉しかった。あれなんであんなに癖になるんだろう ね何回同じ流れ見ても何回も涙流して笑うし、うん、あの私たちね、あの後ろで見させてもらってたんですけど、うん、あのスイッチングの女子箱とか、うん、カメラのスタッフとか全員笑ってました、うん、本番中に声出して笑ってたよね。 PA さんもね、いじられてた、いじられてた。エリボンがホイップセレブレーションってあのタイトルコールしたら全員吐けるっていうノリで、もうここ何年も見てるんですよ。見てますね。私たちは多分4年ぐらい見てる、見てると思うけど毎回新鮮な気持ちでおもろい。おもろい。なんなら一回混ぜてもらったもんね。一回混ぜてもらって夢のね、一緒に履けるっていうのやりたくて、履けるって嬉しかったし、うん、あのエリボンとソイヤって、うん、あの吉本の NSC の同期、うんうん、で絆っていう、なんでコンビな、ユニットなんかしか分かんないんですけど絆っていうのを組んでて、うん、今回その絆が私たちのベストフレンドとダーリン出てくれてめっちゃエモかったよね。でもちょっとよそよそしいんよね、あの2人。なんかね、2人になるとなんか急に何が嬉しいんすかとか言ってくるけど、そうそう、私たちはもう絆と共演できたのめっちゃ嬉しかったですよ。毎回夢叶えてもらってる、うん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 、つぼみにはね。なぜか私たちがねもてなされて、いや本当に嬉しい。もう大好きなつぼみを久々に見れたし、もうエリボンらしいね、お誕生日ライブで。いや本当ですよね。エリボンのさ、うん、ファンの方たちもいつもすごいじゃない。花すごかった。花とかね、あれを見るのもすごい楽しみ。楽しみ。毎年どんなすごい花来るんかなみたいなとか、本当、うん、エリボン好きな人たちって、うん、もうエリカちゃんエリカちゃんって言って愛してて、うん、なんかエリボンもファンの人のことめっちゃ大事にしてるし、うんうんうん、すごい素敵な関係だなと思って、うん、毎年本当にエリボンのバースデーライブは笑わせてもらってるし、うん、もうアイドルらしい、もう面白い、いつでも明るいエリボン大好きなので、ね、今年も一緒にお会いできて本当に嬉しかったです。エリボン誕生日おめでとう。そしてそして次はくーちゃんのバースデーライブが誕生日当日のクリスマスイブに決まっておりまして、うん、私たち今回も呼んでいただきました。ありがとうございます。みんなこれでクリスマスイブ予定あるってね言えるねって。本当に私もう本当に楽しみにしてるから、このクリスマス楽しみ。ラブリーズちゃんもね一緒だからね、めっちゃ楽しみだし、うん、あと11月27日には、うん、私たち東京でねツアーの東京公演あるんですけど、うん、つぼみちゃんがお昼の部ツーマンライブを東京でしてくれますので、ツーマン見て私たちのワンマンライブ、はい、ぜひ東京でね見てほしいなと思っております、はい、よろしくお願いします。
さあそして私たちの妹分、はい、ミケネコガールズのモエピーのバースデーライブもありまして、うん、ありましたね。モエちゃんは2回目かな。2回目、うんうんうん、なんか今年のバースデーライブは、うん、今まで1週目の時ってさ、うん、ライブでも言ったんだけど、うん、ミケがも初めてのバースデーライブだし、なんか自分がメインっていうことも今までなかっただろうから、うん、なんか私たちがこう回してあげるとか仕切ってあげて、うん、お誕生日おめでとうって一周目はしてたんですけど、うん、今年はもう本当に結構もう任したミケガに。そうだね、頭からね自分たちでやってくれてね、うん、私たちは私たちの出番の時に盛大にお祝いするっていうね、そう流れだったもんね。なんかだからやっぱり1年経つとこんなに成長するんだって思ったのと、うんうん、やっぱモエピー自身がいろんなねコラボしたりプロデュース能力があるなと思って、ね、うん、なんか後輩と一緒に踊ってみたりとかさ、うん、結構いろんなことをしてたと思うんですよ今回。してた。で嬉しかったんが、私アイアイ傘を使って踊っていいですかって連絡をくれて、うん、アイアイ傘で踊るってどういうことなんだろうと、うんうん、いよいよやってってお願いして当日リハ見たら、うん、なんていうのあれ、ジャズって言ってたか、ジャズダンスって言ってた、あれかと思ったよね、コンテンポラリーダンスみたいなね。そう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 、すごい待ってて、うん、このゆったりな曲にこんな手をねすごい今動かしてるんですけど、すごい速さで、そうそうそう、ゆったりなのにね、なんか速い、めっちゃ動き速いのに、うん、速すぎて逆にスローに見えるぐらいの速さで、わかる、何重にも見えるみたいな、音速すぎてスローに見えてすごい、めっちゃ速い。レミタンとモエピーが踊ってくれて、ね、めっちゃ感動した私。私も感動した。リハ横で見てたけど、うん、ちょっと涙でそうなりました ね。なんか自分たちの曲でさ、だっていろんな J-POP があるよ日本には素晴らしい、うん、その中で私たちを選んでくれてね、あやいがさ好きなんですって言ってくれてね、嬉しかった、うん、なんか後輩がこうやって自分らの曲を踊って、ね、自分らの見てないところで踊ってくれるっていう、振り付けもしたって言ってたし ね、感動した。本当にすごい子だなと思って、うん、普段はこうアイドルアイドルっていうさ意識も逆に高いと思うんですよ、モエピーって、うん、プリンセスだし私はアイドルっていう意識がすごい高い子だなと思って、うん、美意識だったりこうステージのに立ってる時の姿勢とか、うん、すごいストイックだなと思うんですけど、うん、なんかやっぱ多彩、うん、いろんなことできるんだなと思って、うん、なんか本当にモエピーらしいバースデーライブで楽しかった。楽しかった ね、ファンの人も頑張ってたね頑張ってたね、うん、なんか会場にいっぱいモエピーがおったし ね、あれバースデーライブの時って大体さ、うん、あのいるじゃない係の中心になって、うんうんうん、あのああいうのやってくれる人って必ず挨拶しに来るよね来てくれるよね、わかる、あの知ってるかとは思いますがあれやったの私ですっていうのあるよね、あのあるね、で毎回褒めてあげるっていう、すごいね、なんか どのグループとか呼んでもらったりして、なんかいろんなやっぱグループによってあるじゃん、装飾したりとか、うん、サプライズで物配ったり、うん、だいたいなんか挨拶しに来てくれる俺なのか、なんか盛り上げてくれてありがとうみたいなホストみたいな、なんていうの今日は私のパーティーに来てくださってありがとうの姿勢がある。いやそうだね、まあ、やっぱそうだよね、だって準備してきてるんだもんね、真摯やなと思いますよ、うん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 、なんかあ正体バラしてくれるんやってわかるしっかり正体をバラすよね最後にどうも私ですっていう、そうだね、あっこまで含めてやっぱバースデーライブ可愛い。いやそうですよ、やっぱおしめんのね幸せな顔が見れてね、うん、バースデーカード配ってる人とね、いやそうですね、うん、あるあるですよ、あるある、アイドルのバースデーあるある、うん、あの影の主役がおるから、おるおるよ、その人が最後にお世話になりましたってみんなに言って回って終わりですからね。ね。そしてそして、はい、ハピカラもありまして。ありましたね、今回はゲストが。はい、うん、あのネオブレイクのアンちゃんとリムミルのイッチーが来てくれて。ね、来てくれたね。話し合うんかなと思ったけど。ドキドキしてた、ね。まあ、アイリーヌとイッチーが来てくれた時は、うん、やっぱ2人とは一回り以上年が離れてる。多分倍ぐらい違うんかな。うん、違う違う。ちょっと倍は言い過ぎた。倍は言い過ぎたか。17歳だから。倍言ったらすごくなんですよ。そうかそうか。でも結構年が離れてるから、うん、一緒に歌える曲あるんかなと思ったら、イッチーがもうちょっとお姉さんだったね。いや、そう。花水木歌ってくれてる。嬉しかったし、声にめっちゃ合ってたよね。うん、上手だったけど。いや、ほんと私がさ、ずっとチョコミルクが好きだからさ、うん、その今回、チョコミルクの時に、うん、私たちの ATC の楽屋の前をね、歌いながら通ってくれた曲があって、そうなんですよ。散歩なんですよ。うん。トトロのね。歩こうって言いながら、うん、チョコミルクの3人が手をつないで歩いてたんですよ。可愛かったね。それが何年前だろうね、本当 ATC アイドルミーティングの時かな。いやそうですよ、お母さんと一緒に可愛いって、うん、あれ多分せーので歌ってるからってお母さん、さやかさん喜ぶから、そうさやかさんちょろいから多分リハビの楽屋の前でせーのって歌い出してるっていう説もあったんですけど、面白い。
けどその散歩が聞きたくてリクエストして歌ってくれるんですけど、うん、大人なのよ声が大人の声だったね。なんかすごい綺麗な声して歌っとって、うん、ファンの人たちが罰ゲームさせてるみたいな、さやかのせいで罰ゲームやんって、うん、でもイッチーはね従うしかなかったと。そうイッチーはだって2回歌わせられてますからね、リハとリハとね、確かにこれ歌えるって言ってフルでって歌ってくれてるから、ごめんねイッチ、もう歌いたくないかもしれん子供みたいな曲は。初めてフルで歌った、可愛かったよ、友達大好きって歌ったった、可愛い可愛いよ、いつでもアイドルだもん。でもやっぱいつまでも子供扱いしないでとか思ってるかもしれない若いアイドルたちは。本当にいつも言ってるけどさ、それこそ本当に親戚のおばちゃんみたいな感じだよねきっと ね、いつまで子供じゃないのに、うん、そうそうそう膝の上に乗せてね、チューチューチューって、そうそうそう、おったもおじちゃんとこばちゃんで、ね、もうやめて、もういいもういいって思ってた子供の時に思われとるかもしれない、思われとる可能性あるイッチにまたトトロほんと可愛いのよイッチって、うん、イッチはこうやってアイドル続けてくれることが嬉しい、うん、嬉しいよね、うん、イッチもすごいアイドル性高くて、うん、プロだと思う、本当にそう。なんか前セーター見に行った時も、うん、なんか言葉が本当、私はしてるのが楽しいし、みんなの笑顔を見れるのがっていうのを本心で言ってるなっていうのが、うんうん、すごい伝わってきたから、ずっと見ていたいねえ。なんかイッチがさ、ずっと活動してるの、うん、結構ずっと見てるからさ、見てる。なんかこうやって今はリムミルの中でもメンバーを引っ張っていく存在になってるのがすごいなと思って、うん、かっこいいよね。本当にあの小さい時からプロのアイドルだったんですよ、うん、もう煽りとかも完璧で、うん、いい大人になりたくないとかでも本当拍手出るほど、うん、イッチーさんすごいと思ってたけど、うん、どんどんやっぱ綺麗になっててね、ね、あんちゃんも言ってたよね、引っ張ってるのが ね、見てて嬉しいってね、うん、ほんであんちゃんは、うん、あんまりソロで歌うことがないって意外にも言ってて、そう、あんなに歌うまいのに、うん、なんかそれやったらみんなで歌う曲を増やしたいって言ってたもんね、うん、なんかネオブレイクでいる時ってみんななんか幼馴染でキャッキャッキャッしてたから、うんうん、あの今のイメージとちょっと違って、うん、なんかあんちゃん本当に実は控えめな性格で、うんうん、だから自分が前に出るより他のメンバーを前にこう出してあげたいっていう精神の持ち主なんだっていうのを去年ぐらいに知って、うんうんうん、奥ゆかしいなと思って可愛いね。そうで、なんかすごいこう今ではその同期のメンバーがみんな卒業してしまったお姉さんの立場で、うん、こう頑張ってアイドル続けていきたい、ね、ネオブレイクを続けたいって、あんちゃんもすごい、いう話を、ももちゃんの卒業ライブで聞いて、うん、もう涙涙涙涙。そんな送ったんやろメッセージ。熱いメッセージ送りましたよDM で。いや支えたいなと思った。なんか多分一番上の子ってさ、メンバーには言えんようなさ、いやあると思う、それはそう、引っ張らなきゃいけないっていうのがあるから、ね、私たち10個ぐらいそれこそ上だから、うん、お姉さんたち何でも言ってねっていう、もちろんいつでもね甘えてほしいよね、うん、うん、って思ってて、で今回そのそれもインスタのストーリーに、うん、キュートさんの曲歌ってる、ももちゃんと歌ってるのをアップしてて、うんうん、えハロプロ好きなんだと思って、うん、すぐ女子箱さんに連絡して、うん、女子箱さんから根本さんに連絡してもらってすぐオファーしてもらいました。ありがとうございます。今回出演が叶いました。まましたね、うん、残念ながらその根本さんのリクエストをね聞くことができなかったのだけが心残り。すんごい3回ぐらいは言ってたと思う。めちゃくちゃ聞きたかった。根本さんリクエストありますか？え？だってあの戻って楽屋の中でも女子箱ちゃんにちょっと好きな曲聞いてきてや、うん、私ね根本さん大好きなんですよ、友達ルーツ知りたいって言ってそう、なんかやっぱ大体ルーツがあるじゃない。カラスクのプロデューサーの正垣さんはビーズさんがめちゃくちゃ好きで、うんうんうん、私たちの夏メグもちょっとあのウルトラソウルかじってるというか、あのノリを多分ちょっと受け継いでるんですよ、うん、だからみんなの、うちのヨシヤさんだとスピードさんが好き、そうだ、ね、でキャラメルリボンちゃんが好き、うん、そうだね、はい、おしゃれな曲が好きなんですけど、ルーツがあるから、うん、根本さんってどういうルーツで、確かに気になる、メアリーエンジェル作って、さくらんぼ宇宙を作ってみたいな、うん、多分結構ロックだと思うんですよ。いやそうだね、そう思う、バンドとか好きだと思うんですよ、うん、聞きたいな、根本さんこれ聞いてるかな、教えてください。今度ゲストで来てください根本さん。ゲストで歌ってもらう？いや違う違う違う、このラジオにゲストでルーツを聞きたいハピカラに吉行さん出ないよ。今そっちかと思ってびっくりしちゃった。ハピカラでもいいですよ。だんだんアイドルさ呼ぶ人はランクなってさ、そういう人たち呼んでいこうか。もしかしたらね、すごいあの同じ年代の方が、そうだよね、集まってくる、わかるわかるってなるかもしれないんで、うん、で、うん、次回のハピカラにはですね、うん、なんとみんな大好き、はい、カラフルスクリームから2回目の出演の、うん、ゆうかちゃんとみくるちゃんが来てくれますので楽しみ。見た、あの仮装、幼稚園児の仮装して、見た見た、うん、あれで来てもらおうと思います。やめてください。
あの格好で、ゆうかちゃんはあのナースの格好してもらって、みくるちゃんは幼稚園児の格好で、ハピカラに。まあみんなは喜びますね、確かに。みんなと同じ気持ちなんで、私は11月9日に遊びに来てくれますので、はい、ぜひぜひ皆さんも遊びに来てください。はい、さあ、そして、今週末、10月30日にはツアーの4公演目、うん、地元編ということで、米子アズティックラフズで、はい、私たちの、2マンライブと3マンライブですかね。うん、元チェリップのみおんちゃんとジブリージブリーちゃんを招いて、うん、まあ、トークしたりコラボしたり楽しいライブになってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。ということで、あっという間でしたが、まあ、今週ちょっとあの私たちあの様子見で、そうですね、お休みいただいてるんでワクチンの様子見でどんな感じかわからない。次みんなに会えるのは30日の米子なんですが、はい、皆さん元気にね、またライブハウスでお会いしましょう、はい、ということで今夜もありがとうございました。おやすみなさい。